こんばんは。11月24日水曜日、小川恵里の大喜利ラジオリターンズ。お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナの恵里で小川恵里がお届けしていきます。もういよいよ11月の最終週ですよ。もうあっという間すぎてね、なんかいろいろ追いついてないというかヒヤヒヤしてきますけどね。12月もうきっとあっという間なんですけど、そろそろねカレンダーとかね、皆さんもうご購入された方もいらっしゃるかと思うんですけど、カレンダーを作らねばならないと思って、私はもうこのぐらいの24日の頃にはカレンダーができてるんだろうか、いや多分絶対できてないなと思いながら、カレンダーやば、ほんまにね毎年ギリギリになりがちなんですけど、12月中に出せたらいいなと思いながら、はい、皆さんもねこうそろそろ2021年から2022年になっちゃうんでね、2021年中にやり残したことは本当にねやってから年越しを迎えたいものですね。私もほんまに必死のパッチで頑張りますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。それではぼちぼち秋も終わって冬の到来でございますけれども、冬といえばやっぱりこうおでんが美味しい時期じゃないでしょうか。おでん食べたいなと思って、もちろんね鍋も食べたいんですけど、なんかちょっとそろそろコンビニのおでんとかちょっと恋しなってきましたね。関西風と関東風でコンビニでもこうちょっと出汁の味が違うそうなんですけど、皆さんいかがでしょうか。私はやっぱ関西人なので関西風のお出汁が好きですけれども、全国いろんなところにおでんありますね。札幌風おでんとか青森風おでんとか仙台風おでんとか秋田風おでんとか、いろいろもう本当に各地いろいろなおでんがあるそうです。私が食べたことあるのは静岡風おでん。静岡風おでんはね黒はんぺんとかが入ってて、だし粉、いわしやかつおの粉と青のりをかけて食べるのが静岡流。結構全国的にこう具とかも違うんですよね。なんか岡崎風田楽、田楽おでんのルーツは田楽なので、岡崎風はまあ田楽が入ってたりとか、名古屋風の味噌おでんとか、いろいろこう郷土の色がおでんってめっちゃ出るんだなと思って、あこれ面白いなと思って、今日のテーマはおでんでございます。そして今日のゲストは大阪出身、現在ですね子育てに本当にねもう一生懸命やりながら音楽活動もしておりまして、47都道府県をですね回ってその県ごとの曲を書いているシンガーソングライターの、優しい希望と書いてゆうきちゃんも遊びに来てくれました。いろんなねお話聞かせてくれましたので、今日は最後まで楽しんでいただけたらと思います。それでは今日のオープニングナンバーは、そんなゆうきちゃんとですね私いろんなところを旅しました。山手線旅が好きなんですね多分お互いね。でそのゆうきちゃんは山手線を一駅ずつ降りて CD5 枚売れるまで次の駅に行けまてんみたいな旅とか、中央線を一駅ずつ行ったりとか環状線を一駅ずつ行ったりとか、もうなんか鉄道旅を一緒にした思い出が結構あって、それでね、環状線旅をした時に書いた曲がありまして、それをオープニングナンバーでお届けさせていただきたいと思います。小川恵里とゆうきのコラボ曲で大阪ループトレイン。赤い観覧車に揺られ大阪福島のだのだ、西九条からカラフル列車ハリウッドにつながっているよ。大将この辺でちょっと休まへん、沖縄気分でハイサイ、オリオンビールで乾杯、それはそうとどうの阪神線が気になる OSAK 大阪
しやと思う。芦原橋今宮、新今宮天王寺美容、通天閣ビリケンさんの足を書いて幸せになろう。寺田町桃谷、鶴橋においで、お腹がすいた。 OSAK 大阪、何事もぼちぼちでいい。OSAK 大きに感謝さえ忘れへんかったらいい。大きにラジオリターンズ。しております小川入りの大きにラジオリターンズ、お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナの襟で小川入りがお届けしています。今日のラジオテーマはなんか無性におでん食べたいなってなって、あのコンビニのやつでもええからあのおでん食べたいわってなって、テーマは好きなおでんの具。皆さんどんなおでんの具がお好きでしょうか。メッセージいただきました。ラジオネームジャスミンさん、メッセージいつも大きにありがとうございます。こんばんは。寒くなってくるとおでんが美味しいですよね。好きなおでんの具はナンバーワンはやっぱりだしの染み込んだ大根です。やっぱ大根はね、これ外せないですよね。しかも大根ってカロリー低いんですよ。カロリー低い割にこうなんかだしが染み込んでるから食べ応えもあるし、あれはもう最高よね。あとはロールキャベツです。そう、何気にねロールキャベツも美味しい。なんかもうあのちょっとボリューム感あるものが食べたい時なんていいですよね。いやー、もうなんか大根食べたくなってきましたね。でもね、まあ、私おでん大好きやし、おでんって結構なんかみんな絶対好きなんやろうなと思ってたんですよ。でもやっぱ私も好き嫌いあるし、あ、そりゃ当然おでん嫌いな人もおるよなと思って、このメッセージ、あ、なるほどと思いました。ラジオネーム状況ボーイさん、いつもメッセージをお気にありがとうございます。こんばんは、いつも楽しく聞いています。今回のテーマについてですが、実は僕の苦手な食べ物の一つがおでんなんです。まさかのおでん、ピンポイントでね、おでんついてきましたね。私ね、食べれないことはないんですが、好んでは食べないです。母が父や姉のために作っても、僕はインスタントの味噌汁を飲んだりしてます。マジでか。家族でみんなおでん大体好きやのに一人だけあかんやつな。私もある、そういうやつ。なんかみんな好きやのにみたいな、なんかそういう時ちょっと切ないですよね。本当に気分次第です。食べれる時もあんのかな。でも好きな具はと問われると、からし。そうだ、からしです。からしって調味料やんみたいな。めっちゃ面白いですね。でも確かにおでんのなんかあの入ってる練り物が嫌とかね、そのほらちくわとかはんぺんとかそういうその練り物が嫌な人も多分おるもんね。なるほどなと思いました。であと、ラジオネーム奈良のしげさん、そろそろ秋も終わりを告げて、麦かまちや上越はそろそろ積雪対策をしだす感じですねと。もうそろそろ皆さんあれですよ、あのスタッドレスタイヤに変え出す頃ですけれども、油断するとね、もう山は雪降ってきますからね。この前麦かまちに訪れたんですよね、奈良のしげさん。お気にありがとうございます。スタジオにも遊びに来てくださったんですよ。その六日町はなんか足湯のおろくの湯にしか浸かれなかったので、また温泉に行きたいですとメッセージいただいてます。そうね、六日町も結構いろいろ近隣にもね、ちょっと足を伸ばすと越後湯沢の方にも温泉いっぱいありますので、ぜひぜひまた来てください。そして好きなおでんの具、私の場合は大根ではなく冬瓜をよく煮たもの。冬瓜入れたことない私。今度入れてみようかな、冬瓜。そして唐辛子入りのこんにゃくです。寒い日には日本酒を片手に最高ですねと。いいな、冬瓜入れたことないかも。なんか意外とこうね、こうなんでしょうね、入れたことない具をちょっと挑戦してみるのもありかもしれないですね。
ちなみにさっき冒頭で説明したんですけど、札幌風おでんは白子とかふきが入っているそうです。あとは青森風おでんはホタテ貝とかタケノコが入ったりとか、結構ねその土地土地で入れるものは違うそうですよ。ちょっといろいろ調べてみるのも楽しいかもですね。それではいよいよゲストコーナー。今日のゲストは大阪出身、とっても仲良くさせていただいておりますシンガーソングライターのゆうきちゃんの登場です。お気に入りの赤いカーレット、あなたが名付けてくれた。それでは本日のお気に入りラジオリターンズ、大阪出身で現在子育ても頑張りながら活動中のシンガーソングライターの優しい希望と書いてゆうきちゃんが来てくれました。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうゆうきちゃんとはすごい長い付き合いでね。ねえもう10年以上以上ですね。いやだ、ゾッとしますね嬉しい。でもね、はい、この度は FM 雪国というね、はい、ラジオ局で番組をやっておりまして、ね、ありがとうございます。この番組がね、新潟の南魚沼市というところにありまして、うんうんうん、ユッキーは新潟来たことありました？あります。お、そうですね、全国旅というのをやってるんですけど、やってる、8軒目でも行きましたね。あ、結構早めに行ってるんやね。早めに、そうです、行きました。そうなんや。新潟のどこ行った？新潟駅の周辺なので、うんうん、どこという、まあ、その都会ですねでも佐渡とか行ってなかったっけ？そうそう、佐渡も行きました。佐渡もね、ちょっと一人でこうフェラッと行きました。佐渡めっちゃいいよね。フェリー乗った？佐渡いいです。乗りました。フェリー乗って、ただちょっと夕方ぐらいに行ったので、もう観光する場所が全部閉まってて、あ、でタクシーでトキ、はいはいはい、鳥のトキだけ見に行けましたね。え、日帰り？日帰りです。日帰りで佐渡？いや、みんなに、いや来るなら遅すぎる、時間が遅すぎるって言われて、うん、確かに本当にもう何にもなくて、着いても、うん、でそこにタクシーで頑張ってその時が見れるな動物園かな、うんうんうん、に行っただけで、もうそこからまた帰ってきて、ずっとフェリー、帰りのフェリーを待って終わりました。切ないずっとフェリーを待って乗ってまた乗って帰ってみたいな。あ、新潟港からフェリー出てるからね。あ、そうなんですよ。そう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 、そういう、よかったな。そうなんですよ、本当にもうタクシーのね、うんちゃんにも言われました。もう日帰りで、しかもこの時間みたいな佐渡は私もね、ちょっと前に行ったんよ。あ、そうなんですね。うん、あのね、一泊二日でも足らんかった。そうなんですね。2泊3日ぐらい行きたいかな。そうなんや。大きいからね、佐渡はね。ね、大きいですよね。うん、意外とね、舐めてたよね。いや、本当、私なんて本当舐めすぎですよね私もあれ、1泊2日で行けるんちゃんぐらいの気持ちで行った。うん、足らんかった時間が、うんうん、ね今度一緒に行きましょう、うん、行きましょう行きましょう。車ないときついから。あ、そうそうそう、そうなんですよ。だからタクシー乗らなもんどうにもならなくて。そうそうね、まあでもそんな感じでね、新潟でも上越とかもね、はい、あ、そうですそうです。あのスキーを私するので、うん、はい、スキー場に行きました。ユッキーと何気にスキー行ったことないな。ないです。ちょっといつか行きましょうよ。行きましょうね。このラジオが流れてる越後湯沢の方もいい雪、はい、いい雪とかいいスキー場たくさんある。あ、そうなんですね。はい、ぜひ行きましょう。行きたい、行きたい。ということでね、現在そのお子さんを、はい、子育て中ということで。はい、そうです。お子ちゃまいくつになりました？1歳になりました。あ、1歳、だいぶ大きくなりましたね、はい、大きくなりました、本当にね。でもいろいろやっぱりこうね、まだまだちょっと泣いちゃったりとか。いや、もう大変ですね。歩けるようになってきたので、もう本当にこう目が離せない感じで、うん、まあ、可愛いんですけど、そのもうやんちゃになってきて。あ、やんちゃになってきた。男の子やったもんね。なってきました。もう本当にそうですそうです。もう日々大変ですね、本当に。うわ、そんな中ね、まあ、ずっと音楽活動をしてたんやけどもね。はい、いつ頃から音楽始めたんだっけ？音楽は20歳の頃
からなので、うんうんうん、15年前ですね。おお、15年前。はい。二十歳の頃急によし音楽始めるぞって言っていやわしみたいなそのキャラクター面白いけど誰だみたいな。私は、大学に心理学の大学に行ってて、うんうんうん、であのまあもともと路上ライブを見たりとかするのは好きだったんですよね、うん、なるほどね、はい、でもやってはなくて、でテニス部に入ってて大学の、いやそうじゃないけどでその友達がテニス部の友達が自分の曲を、作って弾くって言って男の子が弾いてて、うん、それを見てあかっこいいというか、その友達でもそういう風にできるんやっていう風に身近に感じたんですよね。あーなるほど、今までがちょっと遠いっていうか。そうですそうです、もう自分の世界とは全然違う世界って思ってたんですけど、うんうん、身近なその子がやってるのを見てあーなんか、できるんやというか、やってみたいなって思って、ほんほんほん、でギターを、あその時ギターをは弾いてなくて、ビギンさんが発明したミュージシャンの、ニライっていう4本の弦でギターみたいに弾ける楽器があるんですけど、うん、それを買って。そうなんや。そうなんですよ。でそれでゆずさんの曲をカバーとかをしだしたっていうのがきっかけです。一番最初の。そのニライはギターより弾きやすいの？そう、弾きやすくって、コードっていうのね、押さえなくても、うん、指一本でなんていうのかな、押さえる感じで、指一本でコードが弾ける。ちょっと難しいんですけど、フレットを変えれば指一本同じフォームでずっと弾けるっていう感じで、うんうんうん、まあ、簡単なんですよ。そのギターよりは初心者に優しい。そうですそうです。でギターよりもちっちゃいし4弦しかないしっていうので、そうギター弾けなくても一番まだマシかな、うん、弾くのは簡単かなって感じですね。へえ。でそっからギターの方がやっぱり弾きたいなってなって。そうなんですよ。そう、もともとギターやりたいと思ったけど、もうその楽器の方に行ってたけれど、それで3曲オリジナル曲を作って。あ、それで作ったんや。そうなんですよ。で作って、そこからそれを聞いたギターをやってる他の友達に、うん、なんかそれやったらギターで弾いた方がいいよ、音がやっぱり簡単な音しか鳴ってないから、あ、うん、ギターでちゃんと弾けたらいいんじゃないその曲をって言われて、あそうやなって思ってギターを練習もう一回し始めて、うん、もう弾けるようになってきたって感じですね、ギターが。ちなみに一番初めて書いた曲のタイトルと覚えてます？あ、後ろ姿という曲です。あ、なんかちょっと歌ってたことあるんじゃん。あ、全然今もたまにねリクエストされたら歌うんですけど、 CD にも、一番最初の CD にも入ってる曲です。あ、なるほどね。はい。でちなみにそのやっぱギターが好きやったってこ、ギターが弾きたかったってことは、そのやっぱギター弾いてるアーティストさんに影響を受けたみたいな感じなんですか？あ、そうですね。そのゆずさんのカバーって言ったんですけど、うん、やっぱり私の時代というか世代は、うん、ゆずが路上ライブをしてたっていうのがすごいやっぱりかっこよくて好き で、うん、でそこから路上ライブとかしてる人を見たりするのが好きになったので、やっぱりゆずさんが原点ではありますね。じゃあそこからゆうきちゃんもこうあれなんかな、路上ライブに出るように。そうです。そこから地元のお祭りになんか出えへんって言われて、うんうん、それがまず第一ステージ目で、そこから路上ライブをこうしだしたり、ライブ活動しだしたって感じです。あ、なるほど。はい。最初路上ライブ出る時ってどんな気持ちだったかね。あ、でももう全然なんやろ、路上ライブとかできるタイプじゃなくて、もうすごい内向的なタイプやったから。あ、今やったら嘘みたいよね。まあまあ今はね、全国回ったりとか、そうそう旅してるぐらい。そう、旅もね、47都道府県の旅をしてたよね。はい、そうなんですよ。まあ、今一応ねまだあと15件残ってて続いてはいるんですけど。あれ15件ってことは、はい、西の方ですね。西の方があと残ってます。なので今は何件目や、今が32件回りましたね。結構回ったね。結構ねゆっくりですけども。いつからやってたっけかね旅は。6年前ですね。6年もしてんのも2015年。そうです。もう6年
だからもうゆっくりゆっくり旅と言えるか分かんないんですけどね、ゆっくりゆっくり、まあ、一応進むというか、あの回っていってって感じですね。あ、じゃあ子育てが落ち着いたらこうね、はい、また続きの15県を回っていきたいなという感じなんですけど、まあ、お子ちゃまと一緒に行くのもありやしね。まあそうですね、ありですね。うん、子連れのシンガーソングライターの人いてるもん ね。そうですね、憧れますね。うんうん、まあ、初めて路上ライブした時はやっぱじゃあドキドキしながら、いやもうめちゃくちゃしました。あの二十歳の誕生日にしたんですよ。なんでまた誕生日に。いや、そのもう二十歳の誕生日って一回、まあどの誕生日も一回しかないけど、二十、うん、歳っていう記念に何かこう一歩踏み出したいって思って、で京橋 の駅のところで生声で、あーいきなりなんかハードルが高そうな京橋。高いです。そうなんですよ、人もめちゃくちゃ通ってるんですけど、大阪の京橋ね、うん、そこで友達を、大学の友達に声かけて読んで見に来てもらってっていうのが、もうちゃんとした路上ライブとしては初めてかもしれないですね。いきなり京橋めっちゃ勇気いるね。いや、そうなんですよ。だからもう必死でね頑張ってやりました。私最初堺とかでしょ、ちょっと田舎っていうか。いやいや、でも堺もね大きな駅ですけどね。いやいや、でもそっから天王寺っていう、うん、また都会があるんですけど、はいはい、大阪の中の、うんうん、そこ出るまでも半年ぐらいかかりましたからね。あ、あ、そうなんですね。そうそう、気を取りすぎて。いや、わかります。でも本当ロジョライブはね緊張しますね、うん、意外と大胆なゆうきちゃん。意外とやるときはね、やるときはね。やるときは、はい、まあ、ゆっきーはね、ほんまにその先ほどもちょっとお伝えしましたが、うん、だいぶねあの付き合いが長いので、一緒にねこうちょっと音源制作とかね、はいはい、もうエリピョンにはお世話になりまくっていて。意外とね、ほんま、はい、いや、もうたくさん CD も一緒に作らせてもらって、コラボ CD とかも作ったもんね。作りました。本当で、ホームページのね、あの作成も私のホームページエリピョンがやってくれてますし、うん、あとはあの旅も行ったもんね、うん、一緒に旅も行きました。あの CD が5枚売れたら次の駅に移動していくっていう、そうね、山手線をね一駅一駅こう回って、はい、うん、とか、うん、あの中央線も回りましたね。回りました、ね、そして最後環状線も大阪のね、結構鉄道旅やりましたね。やりました。楽しかったです ね。それで、これはあれかな、私のアレンジも入ってる、ね、そうです、そうです、はい、もちろんです。そう、何アレンジがエリトンです。私のアレンジ、はい、してる曲があるんですよ。そうです。じゃあそれからまず聞いてもらいましょうかね。はい、お願いします。それでは曲紹介をどうぞ。はい、金の針金で、勇気でよろしくお願いします。意識がなくなる前に、意識がなくなる前にキスしようなんて言うから、あなたが言うから、ドライヤー持ってた手を急いでおいて、夢の入り口に立つあなたを、あえてフルネームで呼び止めてキスする。
ないで消えてほしい。例えば例えばね、いつもの交差点でトラックに轢かれちゃって、意識がなくなる前に、意識がなくなる前に、私はあなたにこの口でありがとうと言えたらそれっていい。ゆきちゃんの金の針金、いやこれもいい曲、はい、名曲ですよね。ありがとうございます。大好き。あ、嬉しいです。いやでもね、そんなゆきちゃんですが、今日はですね、はい、ちなみにあの皆さんから質問もいただいてるんですけど、 ありがとうございます。ちょっと忘れないうちに、最近寒くなってきたんで、ちょっとおでんが私食べたいと思って、はい、ね、おでん、関西と関東でもおでんの味とか、いろんな地方でもおでんって結構違うけど、うんうんうん、好きなおでんの具とかってユッキーあります？はい、私は大根です。あ、大根ね、染みてるやつ美味しいよね、うん、そう、もうあのね、いいですよね、噛んだらこうね、だ出てくる汁が。あ、いい、好きなんですよ。いやもう大根煮たくなってきた。煮たくなってきた。最近コンビニのやつも美味しいよね。美味しいですよね。クオリティ上がってますよね。あれ関西と関東の出汁でまた味付けちゃうんやって、コンビニも。そうなんですね。へえ、それ知らんかった。またぜひあのいろんな人が聞いてはると思うので、ね、食べてみてください。はい、そうですね。めっちゃおでん会みたいなね。食べたくなったんだもん。食べたい。でも本当にね、ぜひ作ってください。ね、本当ですね、作らなきゃ。あれ、そろそろあれ、あのお子ちゃまもおでん、はい、ちょっとずつ食べれるかも、うん、食べれますね。ちょっと味を薄めにしてあげると全然食べれますね。大根も細かく切ってあげると食べれるし、お、うん、結構いけますね、どの具も。じゃあ結構もう何でもって言ったらあれやけど、ちっちゃくしたら食べれんねや、うんうん、もうそうです、もう完了期って言って、もう後半の方なので、あの薄味にしてあげたらもう結構何でもいけます。揚げ物でも細かく切ってあげたらいける。揚げ物も食べれんの？そうなんですよ、もうそういう時期です。ご飯も普通のご飯も食べ始めてます。あの柔らかいご飯じゃなくて。子供ちゃんの成長ってすごいね。いや、そうなんですよ、あっという間ですよね。もうすぐ喋り出すんじゃん。いや、本当に本当に、今はもうバイバイが言えますから。バイバイ言えんの？言えます。かわいい。ママとか言われた日にはもう、うん、ね、そうですね、まだママは言わないんですけどね。そうなんや、まさかのバイバイから。バイバイとバーですね。バーって何？いないいないバーのバーを。好きな、いないいないバー。あの、いや、っていうかずっとやってますね、なんか一人で。一人で？あ、そんなんや。どっかに隠れたふりしてバーっていうのをエンドレスでやってます。へー、マイブームなんかな。ブームみたいですね。なんかちっちゃい子によってこうブームみたいなのあるもんね。ありますよね。そうなんですよ。そうそうそう。じゃあちょっとママを言う日が楽しみですね。そうですね。うん、なるほど。はい、まあ、皆さんあのやっぱその子育て関係気になっていらっしゃるみたいですよ。あ、本当ですか。はい、メッセージいただきました、はい、ラジオネームマッスルさん。あ、はい、私のライブもゆうきちゃんのライブもご無沙汰になってしまいごめんなさい。でもあのちょっと質問送りますねとメッセージいただきました。はい、はい、まず最初に、子育てしながらの音楽活動で大変なことは。あ、なるほど。
作曲をしたいんですけど、うんうんうん、やっぱりこうね、静かな状態で作曲に集中するってことがやっぱなかなかできないですね。そうだよね、やっぱ時間を取るのも大変だよね。取れないですね。寝たと思ってその時だけなんですけど取れるのが、でもやっぱりいつ起きてくるかわからないんで、あ、結構集中して時間を取るっていうことが難しいですね、一番。あ、やっぱそうよね、もうちょっと大きくなってきたらね、きっとあれなんやけど。そうなんですよね。で、2位がライブでやらかしちゃったことは。ライブでやらかしちゃったこと、うん、ライブでやらかしちゃったこと、なんやろう、ライブでやらかしちゃったことね、なんか忘れたとか、なんかあるかな、なんか、あ、でもカポを忘れるとかはあるね。カポは忘れるともうね、コード、キーを変えれないんでなんか借りたりしたこともよくあるけど、なんか他にももっとありそうだね。私ステージでこけたことある。派手にですか？ズドーンってズドンって、うん、なんか高いヒール履いてて、はいはい、それで滑って転んだみたいな。あ、怖い。パンツ見えたんちゃうかな。そうなんや。転んだことない？転んだことはそうないかな。ないか。ないけど、なんかそのライトが当たりすぎてて、こう結構こうなんていうのかな、透け気味になってたとかはあるかもしれない。ハプニング、あとの譜面が見えへんくてとかもあるよね。はいはいはい、ありますね、あるある。あのライトでね、光って、うん、そうそう、文字がね見えにくい色とかもあるから、赤い字とかで書いてて全然見えんかったとかもあるし、ね、結構そのライブには魔物が住んでますからね。いやね、本当にそうですよね。そう、配信とかもね、いろいろ難しいしね。そうなんですよ、配信もね大変ですよ、本当に。そうだね、まあ、そんな大きなハプニングはそんなないかな。意外とユキちゃんとしてるみたいですよ。私はもうあかんことばっかりだから。いやいや。でもこけたら怖いですね、ちょっと焦りますよね。なんか恥ずかしいから痛さもなくなるよね。わかります。あとはね、時間がもらえたら今一番やってみたいことは、時間がもらえたらやってみたいこと、うん、やってみたいこと何かな、やってみたいことか、何かな、難しいな。曲作り、曲作りは本当そうですね、集中してやりたいっていうのはありますね、うん、それは本当切実に思います。あと、まあぶっ通しで寝たいですね。あー、細切れになるよね。やっぱりそう、夜泣きもずっとあるので。あ、まだ夜泣きあるんや。あります。むしろ6ヶ月ぐらいまではないんですよ、なかったんですよ。え、急にそんな発生するもんな。そうなんですよ、その半年ぐらいから脳が発達してきて夜泣きが結構増えてくるらしいんですけど。なんで夜泣くんやろ。いや、なんかね、夢をこう結構見ちゃったりして、うん、でそれで怖くなって現実と分からなくなって泣いたりとかするらしいんですよね。大変やな。発達してるっていうことなんですけど。そうなので、6ヶ月ぐらいまでは結構大丈夫だったんですけど、そっからがもう今もですけど、3時とかに絶対起きて、絶対夜に2回3回ぐらいは起きてくるので。めっちゃ大変やん。そうなんですよ、だからぶっ通しでっていうのは寝れないんですよ。ずっと寝てないんですよ、出産してから。あ、まあ、その辛い。最初3ヶ月4ヶ月ぐらいの2ヶ月間ぐらいはちょっと通しで寝てた時もあるんですけど。あれ何だっけ、なんか授乳2時間大きいやったっけ、3時間大きいですね。それも大変よね。それはまず一番最初の大変なことで、試練、ね、そっから、うん、そうです。でちょっと楽になったかなと思ったら次夜泣きが始まって、うん、っていう感じなんで、こうぶっ通しで寝る12時間ぐらいっていうのが寝たいですね。あ、世のお母さんは大変なんですよ、うん、皆さん。まあまあそうですね。そうやって皆さんも生まれてきたからね、うん、いやそう思います、本当にね、誰しも我々もね。そうです、そうです、本当にね。そう思うとなんかあれよね、お母さんお父さんちゃんとせんなと思うね。いや本当ですよ、ね、本当にそう、尊敬しますよね。ぜひちょっともうちょっと大きくなって、夜泣きがなくなってぐっすり寝れる日を、ぐっすり寝たいですね。何も気にせず。で、まあ、やっぱね、はい、子育て大変やから、ちょっと遠方のライブは今厳しいよね。そうですね、あと夜のライブも無理なんですよね。あ、今お昼でね、寝かしつけをしないといけなくて。そうなんですよ。以前のようにライブを、遠方ライブを再開する予定とかはありますかって。あ、今のところねちょっとないんですけど、うんうんうん、
でもうちょっとかな、もうちょっとしたらね、子供も一緒に連れて行っても大丈夫なようなね感じになるんじゃないかなと思ってて。そしたら大阪のライブからね。そうですね、そうなんですよ。まあ大阪ね、そうですね、今ちょっとずつ復活しだしてるので、うん、なのでこの調子で大阪を復活ね、もっとしていけたら、うん、地方もこう、ね、できたらいいなと思いますね。で最近は配信への出演率が減っている猫のこてつちゃんっているんですよね。あ、はいはい、こてつ元気で元気です。13歳の猫を飼ってるんですけども。もう 13? そうですよ、もう13歳になっちゃった。ほんまにそうなんですよ。元気ですし、あの子供に追い回されてて、もうすごい逃げ回ってます。あ、やっぱ子供好きなんや猫、ね、うん、子供が猫大好きで。あ、そうやね、だから結構子供とかって猫追いますけど、猫は子供はあんまり好きじゃないみたいな。そうなんですよ、なんか何するかわからんからね、子供がね。だからこうギュってこう尻尾を掴まれたりとかしてもギャーってよくね、こてつが鳴ってます。こてつも大変やな。そうですね結構肩身狭いと思う。そのうちまた配信にもね、こてつ。そうですね、はい、かけちゃん。まあちょっとラジオネームマッスルさん、メッセージお気にありがとうございました、ね、ありがとうございました。嬉しかったです。あとはですね、ちょっとラジオネーム奈良のしげさんからもメッセージいただいてます。はい、はい、シンガーソングライターになろうと思ったきっかけは、さっきね前半で聞いたので、はい、うんうん、一番思い入れのある曲もしくはライブはって来ました。思い入れのあるライブ、思い入れのある曲でもいいわけやな。あー曲ね、うん、あーでもやっぱりさっき流させてもらった金の針金ですかね。あーやっぱね、あれいい曲ですもんね。いやありがとうございます。なんか今は結構代表曲みたいに言われることが多くなったんですけど、作った時はすごい個人的な思いで作ったつもりだったので、うん、代表曲って言われるようになるとはもう全然思ってなかったんですよね。だから意外っていうのもあって、そういう意味で、うん、印象強いというか、うん、そうですね、大事な曲ですね。ゆうきちゃんなんかメガネっ子っていう曲もあって。あ、そうです、そうそう、メガネっ子っていう曲があって、はい、それ金の針金の前はそれっぽかったもんね。うん、そうですね、もうメガネっ子のゆうきちゃんみたいな感じで言われて覚えてもらうって感じだったんですけど、うん、金の針金ができて、もう金の針金のゆうきちゃんという感じになんかなったような気がします。うん、なるほどね。またちょっとね、思い入れのある曲が増えていったらいいですね。そうですね、今後ともいろいろとね、うん、そうですね。でね、もう一個ね、母親になって強くなったなと思ったことはと。あー強くなったな、強くなったな、うーん、でも細かいことはやっぱもっと気にしなくなりましたね。なんかうーんとか、なんだろう、準備の速さ、自分の子供の用意に時間がかかりすぎていろいろ持っていかないといけないんで、もう自分は本当にもう一瞬で用意をして出るっていう、あその速さはすごい速くなったと思います。お母さんの時短術ね。もうそうですね、もうなんかパッともう服も着てパッと眉毛だけ描いてじゃないけど、なんか出れるようにするみたいな。母は強しやな。まあそうですね、なんかねとにかく急いで、うん、やるって感じですね。なるほど、ラジオネーム奈良のしげさん、質問ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい。で、ね、もう一丁ありましてですね。あ、はい、ラジオネーム藤田さん、はい、名古屋からいつも大きいにありがとうございます。あ、違う、愛知県からだね。ありがとうございます。はい、ゆきちゃんはえりちゃんを通じて知ってましたが、リアルライブには行けていませんが、はい、FM の大きにラジオ、昔 FM 川崎でやってたじゃないですか、はいはい、大きにラジオ、はいはい、それのアーカイブとか、はい、私の YouTube アーカイブで歌を聴いたりしてましたと。 ありがとうございます。一緒に歌ってるやつもあったもんね。あ、そうですね。最近は17ライブやツイキャスでの配信にも お邪魔しています。そうですね、ありがとうございます。で、ゆきちゃんに聞きたいことですが、もう一度私と路上ライブツアーをするとしたら、どんなお題でどこをライブしたいですかと。うん、先ほどほら山手線を回ったとかね。そうですね、うんうんうん、なる
るほどね。でもやっぱり新潟で一緒にやりたいですよね。そうやね。ちょっとじゃあ上越でね一回やるっていう話あったんですよ、うん、あったんですよ。そうなんですよ。あの新潟の上越で、あの日本三大夜桜と言われている高田城址公園の観桜会、うんうんうん、そこのステージにユッキーに出てもらう予定やったんですね。そう、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけどね。ちょうどコロナ来て中止になったんです。そうそうなんですよ。めっちゃショックでした。それリベンジしたいね。したいしたい、めっちゃしたいです。それやな。したいですね、うん、それで行きましょう。それで今日旅じゃないけどそれやりたいね。はい、やりたいです。ほんまにリベンジしたいね。なんかもう、はい、コロナ来年になったら落ち着いて、もう完全におらんくなってほしいわ、ね、本当にもう本当に収束してほしいですね。ほんまに、うんうん、藤田さんメッセージ大きにありがとうございます、ね、ありがとうございました。でね、あの、はい、こんなメッセージも来ています。はい、ラジオネーム誰旦那さん。はい、昨年東京から新潟に Iターンしたエリさんに対して同様に地元の大阪に U ターンされたユウキさんですが、改めて拠点を大阪に移されて感じた大阪の良さ、そして今可能ならまた行ってみたい東京のスポットなどありましたら教えてくださいとメッセージきました。あー、ありがとうございます。なるほど、大阪の良さ、うん、ええー、とこある。あーでもいいところありますね。フレンドリーさですね。やっぱりやっぱなんか東京より大阪の方が圧強い時間ね、うんうん、なんかまあ吉原市なんでしょうけど、うん、そのなんだろう、短さ、うんうんうん、パーって声かけてくれたり、なんかね、あ、近所のなんかあれ親戚やったかなみたいなぐらいのテンションでみんな、あの初めましてでも来てくれる感じが、あ、やっぱり他の地域にはなかなかないなという感覚があります。そうやね、だっていろんなとこ行ってるからそれは感じてるはずやもんね。そうなんですよ、はい、もうちょっとみんなシャイであったりとか、もうちょっと距離感があるのがまあ普通だと思うんですけど、特に新潟はシャイよ。あ、本当ですか。あ、そうですよね、新潟の中でも地域差あるけど。あ、まあそうですね、いや本当になんかどこの県回ってもみんな結構控えめというか、ね、そんな感じでやったんですけど、大阪はやっぱりこうすごいですよね、距離感が近いですね。いきなりやなんかすごい近いもん、ね、なんかあれ友達かなみたいなあの感覚があって、それがもともとちょっとどうやろうとなんか思ってたけれど、うん、帰ってくるとやっぱりなんかこうチャーミングというか、うん、なんか可愛らしい感じが、ね、行くと良さわかるよね。そうですそうです、そうなんですよ、うんうんうん、そうなんですよね。だからフレンドリーさやっぱりいいですね。そうやね、うん、東京で行ってみたいところってある？もう一回行ったら。もう一回行きたいところ、うん、もう一回行きたいところか、うん、東京いっぱいありますもんね、いろんな場所がね、うん、うーん、でも私はスカイツリーが、あの東京のその1軒目で東京を回ったんですけど、あ、そうやったね、その時にそうスカイツリーに登って、あのここから見えるとこ回るんだって決意を決めたので、やっぱりスカイツリーは行きたいですね。なんかその頃の気持ちも思い出したいしっていう、なんかタワー登りたくなるよね。そうですそうです、そうそうそう、私も東京タワー派やけど東京タワー登りたい。東京タワーそうそう、あの東京タワーもいいですよね。そうそう、あの東京タワーとスカイツリー派があるからね。わかりますわかります。どっち派やねん、スカイツリー派になるのか。そうそうそう、あの推しタワーでね。推しタワーで、ね、そうですね、なんか高いところにやっぱ登ってこうね、自分を見つめ直したいじゃないけれど、不思議なんですけど、みんな高いとこ登りたがりますよね、うん、なんかね、そうなんですよね。なんかね、見つめ直したくなるというか、はい、うん、まあ、手近なとこでアベノハルカス登ってきてください。そうですね、手近ですね。手近。いやでもいいですね、はい、ありがとうございます。で最後なんですけど、はい、ラジオネームカエさん、はい、ゆうきさんはじめまして、こんばんは。はじめまして、最後近い将来の目標をお聞かせくださいとメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、近い将来か、でも、まあ、全国旅まだ途中なので、うん、やっぱり一軒でも進んでいきたいっていうのが目標ですかね。
なるほどね。次行くならどこ行きたいですか？次あの栃木だけ観光で1個だけでもまだ回れてないんですよ、うんうん、そこが終わるともう西の方しか残ってないんですけど、なので次栃木に行きたいですね。なるほど、近い目標、はい、栃木に行きたいと。そうですね。そうです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。で今後の目標じゃないって、今後のライブとかはまだ決まって、はい、あ、いつ以降なんですかね。11月24日オンエアの放送です。そうですね、24日の、11月28日に、大阪の、桃谷の方の、にで野外ステージに出るんですけど、おーすごい、はい、タイトルが、行くのみんなの音、あ、すみません、行くのみんなの文化祭っていうタイトルのイベント、うん、でなんか行くの市民が集う文化祭みたいなんですけど、私行くの市民ではないんですけど、妹分のスイカオリちゃんという女の子が行くの区民らしくって、そこから スイカオリちゃんからのご紹介で私も出るという形になりまして、おいいですね、野外ね、はい、そうなんです、お昼1時半から、その行く、行くの、桃谷の駅から降りて、なんか鶴橋中学校っていうところがもともとあったところの前にステージが建てるらしくて、そのステージで歌います。1時半から、3曲ほどですけども。なるほど、ちょっとライブの内容配信とかはないかな、はい、ありますね、YouTube でその行くのみんなの文化祭で検索してもらうと、YouTube チャンネルがあるみたいで、そこで無料で配信されるみたいです。あ、じゃあぜひね、皆さん配信でも見れるそうなので、はい、しかも無料、無料です、はい、ぜひ見てください、もしよかったら、はい、あとは、あれかな、来年1月ひょっとしたらあれが、はい、もう解禁しても大丈夫なので言いますね、来年の1月の16日、日曜日なんですけども、お昼12時半スタートで、私の、ゆきバースデーワンマンライブというのを恒例で1月やってるんですけども、来年も開催することが決定しております。おー、よかったね。はい、ありがとうございます。場所は、場所が、大阪南森町にあります雲州堂さんというところで、うんうんうん、こちらも配信をこちらは有料になってしまうんですけども、やりますので、配信でも見れます。じゃあぜひね、日々の配信もありますし、はい、優しい希望で勇気ですね。はい、勇気です。で、ツイッター、フェイスブック、はい、インスタもやってなかったっけ、はい、あ、インスタもあります。あ、じゃあ全部やってるので、はい、ぜひ調べてみてください。あと TikTok もやってます。マジで TikTok やってんねや。あんまり更新できてないですけど、一応何曲か載ってます。おー、はい、流行りやな一応ね。全然私も分かれへんからあげられる。難しいですよね。難しい。あと曲もダウンロードね、最近ありまして、うん、いろんな、ライブ、なんだろうね、なんて言うんでしょうかね、あれは配信でやってますので、こう、iTunes とかな、はい、あ、そうです、そうです、はい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 、どの媒体でも何かと載ってますので、うんうん、検索してもらうと、勇気で検索してもらうと88っていう CD が出てきます。お、じゃあぜひね、皆さん聞いていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、ちょっと最後のナンバーになりますが、ちょっと曲紹介をどうぞ。はい、はい、勇気で、私の名前っていう結婚式の時に歌った曲です。どうぞ。はい、それでは勇気ちゃん、今日はほんまに来てくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。
った日も報われない日も、ただいまと言えば大丈夫、小川えりの大きにラジオリターンズ、お相手は漢字の小川にカタカナのえりで小川えりがお届けしております。今日のラジオテーマはおでんの、好きなおでんの具。もうなんかおでんが食べたくなる季節ですね。すっかり寒くなってまいりましたが、皆さんの好きな具は何でしょうか。私はやっぱり大根と、あの糸こんにゃく、あの縛ってあるやつあれじゃないですか、あれ好きやな。あとなんか牛すじがなんか無性に食べたくなる時とかあります。めっちゃ多いんですけど、ソーセージとかも好きですね。はい、皆様どんな具が好きでしょうか。ラジオネームヤブリンさん、今回のテーマ、好きなおでんの具は大根ですかね。大根とおでん汁だけというのもやったことがあります。やっぱ大根はみんなの中でマストアイテムですよね。そして定番のはんぺんとゆで卵にちくわですね。おでんで驚いたことは、七尾で冷やしおでんというのがあるのにびっくりでした。七尾は石川県ですね。冷やしおでん、それ夏に食べるんでしょうかね。そうか、なんかおでん冷やしたらあかんような気するけど、それはそれで美味しいんですかね。ちょっと石川県行った時に試してみたいですね。ラジオネームヤブリンさん、お気にありがとうございます。そしてラジオネーム藤田さんも、おでんの具はやっぱこれやねとメッセージいただいてます。なんといっても大根、じっくりと煮込まれ出汁が染み込んだ大根が最高です。名古屋流の食べ方では赤味噌をつけて食べたりしますね。てかさ、コンビニ行ったらね、名古屋なんか味噌絶対ついてるよね。私なんか味噌も
味噌、あ、やっぱ名古屋やからかなとか思ったんですけど、居酒屋で食べた時はもっとなんか赤味噌が濃いやつが出てきたことがあります。だから屋台とかで食べたらその名古屋風のあの濃い味噌のおでんが出てくるのかもしれませんね。寒い中屋台で食べるおでんが最高のシチュエーションですが、最近のコンビニおでんも侮れないですねと。そう、最近コンビニのおでんも美味しいよね。これもここまで来ても大根も圧倒的有利ですよね。ラストメッセージ、ラジオネームかえさん、メッセージお気にありがとうございます。好きなおでんの具、おでんの具は関東と関西で微妙に違いがありますね。関東のちくわぶ、関西のコロなどで、私その関西やのにコロがよう分かれへんかったんですよね。ちくわぶもなんか東京行ってみたけどね、あ、こういうのあんねやとか思いながら、あの白いね、なんかこう、でもちくわぶ、ちくわぶそうね、関西ではほぼ見ないね。そのコロっていうのが、ちなみにコロはクジラの皮のことです。へえ、そうなんや、私食べたことないかも関西で。そうなん。皮の内側はほぼ脂身、脂肪の部分です。だしに旨味を出す意味もあるみたいですね。好き嫌いは分かれますが、私もクジラはちょっと無理かもしれんな。ちくわぶも私関東行ってから初めて食べました。好きな具ですがいっぱいありすぎて迷いますが、やっぱり大根ですかね。味の染みた大根は美味しいですね。卵、こんにゃく、牛すじも大好きです。もう結構私もすごい分かれ身が深い。そう、卵もやっぱタンパク質取らなって最近すごい思ってて、あ、タンパク質、タンパク質と思って結構卵をチョイスすることがありますね。あと、まあこんにゃくもカロリーが低いから、あの糸こんにゃく以外のあのでっかいこんにゃく、三角のこんにゃくも食べたりもします。そろそろちょっとね、冬が近づいてまいりましたので、おでんはいかがでございますでしょうか。メッセージ皆さんほんまにお気にありがとうございました。それでは今日は一番おすすめせなあかんやつがあります。11月27日今週のですね、土曜日ですね、あの頃青春グラフィティというね、あのミュージックバードで、あの全国いろんなところでね、あのいろんなコミュニティ FM で聴ける放送があるんですよ、あの頃青春グラフィティ。そちらのですね、出張放送、出張生放送、デリバリーグラフィティ、デリグラがですね、なんと、11月27日土曜日、新潟の直江津、直江津駅の本当に近くにありますデゴイチレールパークで行われます。でね、そこで私12時から30分間歌わせていただいて、なおかつあの頃青春グラフィティに出させていただきます。ちょっとね、今から緊張なんですけど、岡野美和子さんというフリーのアナウンサーがされてらっしゃって、その方がもうむちゃむちゃ綺麗やし、むちゃむちゃ声も綺麗し、もうほんまにね、なんかもう面と向かって喋れるんかな、喋れるんかなとか思いながらねほんまになんかもうほんまに素敵な方でね、まあ、その方のちょっと番組に出させてもらえる。そしてね、あの頃青春グラフィティはすごくファンの多い番組ですので、なんかもうちょっとドキドキしちゃいますね。頑張りたいと思いますので、ぜひお気に入りラジオリスナーの皆さんも、あの頃青春グラフィティ応援メッセージですとかね、あの聞いていただけるとすごくすごく励みになりますので、よろしくどうぞお願いいたします。ぜひね、あの現地でも会えますと嬉しいので、11月27日土曜日、観覧無料です。デゴイチのレールパークの入場料は別途1000円かかりますけど、デゴイチのレールパークがもうすごいね、電車好きやったらもうめっちゃじゃあもう面白いと思うし、電車好きじゃなくても面白いと思うので、よかったらぜひ見に来てください。それではですね、ちょっとエンディングのナンバーがギリギリ切れてしまうか切れてしまわないか、ちょっと怪しい感じになるんですけれども、小川入りのウィンターソングキラキラでお別れしたいと思います。来週もこの時間元気にお耳にかかりましょう。小川入りの大喜利ラジオリターンズでした。ほんまにおやすみなさい、いい夢見てね。キラキラ雪の化粧が街を白く染め上げる。